小野小町の墓があるんや。あの絶世の美女と言われた、そうですね、小野小町の墓が岡山に。こんなとこにあるんや、小野小町も。小野小町ってあの三大美女ですもんね、うん、どこで停車しようかっていう話。そうですね、あ、ここ、どうや、ここやね。皆さんこんにちは。今回は誰もが知る小野小町のお話です。この岡山に小野小町のお墓があるということで、今回ご紹介しようかなと思います。でも本当にあるんですかね、あの小野小町ですよ。こんなところにあるんや。あ、でもなんか、でお墓のお水だよね。ねえ、小野小町の墓があるんや。あの絶世の美女と言われた、そうですね、小野小町の墓が岡山に。あ、だってあの楊貴妃とかね、クレオパトラ、小野小町と言われたぐらいの世界三大美女の墓が岡山にあるという。でその横にね、首なし像が、やば、本当にそういうことなんですよね。うん、ないよね。相当昔からだよね。結構まあ古いだよね。いや、ないですね。うん、誰か持って帰ったんかな。はいはい。小野小町の。まあ普通にお墓があるね。ありますね。小野小町、なんでこんな岡山のね山にあるんやと。なんかよく小学校の子なんか小野小町と小野の妹子めっちゃ間違えた。そうなんで小野の小野の小野のって言って。ここだよね。どこにあるんやろ、そっち。いや、ここにあるような気配はないね。手前かな、なんか。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。あそこなんかな、どう見てもなんか矢印の位置が、ああそういうことね、こうね。おお、小野小町の墓。なぜ小野小町の墓があるのか。岡山にある小野小町伝承では、
小野小町は一中国筑波郡清根村、今の総社市の守護であった小野常澄の娘とされている。まあ、祀られてるわけじゃない、あ、小町堂だって。小町堂っていう、いや、後ろにありますよ。あ、本当だ、いや、そうだ、こっち側から、あ、なんかそういうね、山あるし、なんか本当だ、あ、お、あ、逆の文字から小町門堂って書いてある。そうですね。本当にあるんだ。なんかね、仕切りというか塀、昔からのねやつだったんでしょうね。かなり年季が入ってます。あ、でもこれねえ、こっち側もね囲い仕切りがあって、昔の人は多分おそらくこっから来てたのかな。こっからね、神社みたいになってたんだよね。はい、こんな感じでしょうか。今日小野小町のお墓でした。岡山にこういうのがあるとはね。なんか調べてみるところによると、なんか結構全国にもあって、お寺が秋田にあったり、マジで宮城にもあったり、山形、福島、栃木、茨城、神奈川、愛知、京都、滋賀、和歌山、鳥取で、この岡山、山口に結構あるね。結構あるんですね。いや、この地域ではかなり絶世の方だったのかな、はい、かもしれない、ね。まあ、いろんなとこに綺麗な人が、はい、まあ今で言うとミス岡山みたいな、なんかなんかそういう感じなんですね。だからね、はい、今日はこんな感じで余計で終わりましょう。ありがとうございました。はい。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。